村上直樹のマーケットニュース、皆さんこんにちは。フリーアナウンサー大橋ひろこです。村上直樹さん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。11月6日月曜日です。先週は中銀ウィークと呼ばれるほど、日本も、ね、イギリスもそしてアメリカも、政策会合がありましたので、まずちょっと日本から、はい。前日に、会合の前日に、まあ、メディアからちょっと観測気球、リーク記事がありましたが、まあ、ほぼその通りの内容で YCC の再修正に踏み切りました。長期金利誘導目標 1% メドと、このメドっていう表現は、なんか海外勢から不人気だというような話もあるんですが、まあ、上下 0.5% 程度としていた変動幅は削除し、指値オペの毎営業日実施を取りやめることを決定したということなんですが、7月の時点では長期金利 1% に到達するとは考えていないって言ってたんですが、やっぱりちょっとこの2ヶ月、3ヶ月で少しアメリカの状況が違ってきたということなんでしょうかね。まあ、それを、植田総裁自身も、間違えましたとか、素直にはおっしゃってなかったと思うんですけど、まあ、実際には、そこを見誤ったので、マーケットの、あんまりこう、もう、無理やり長期金利を抑えるってことは、もう、7月の中でやめるっていうことを言っていたので、で、それに、まあ、なんで、その延長線上で、今回は、実勢の長期金利に対して、若干修正したと。で、これ 1% 守って、これ仮に死守するって話になると、それはまあ無理やり、今の枠組みをこう、保つということになると。で、まあ、僕自身はそれでも別にいいと思ってる派なんだけれども、どうやら日本銀行の中では、ハト派の人も含めて、むしろ無理やり、低すぎる水準、低すぎる長期金利に抑えることも、それはまあネガティブだと。いう感じ、副作用の方が大きいということになってるんで、その判断を踏まえて、この点に関しては、ハト派の人も含めて合意したということですよね。はい。だから、基本的にはテクニカルな、修正でいいと思うんですけども、あと、若干やっぱり気になったのが、やっぱりインフレの目標、インフレの見通しですよね。物価見通し、はい。で、物価見通し、25年も若干コンマ1だけだったんで、あまり変わってないといえば変わってないんですけれども、はい、でも、やっぱり来年の、コアベースの消費者物価が、はい、結構上が、2.8 だったと思うんですけども、上がっていって、はい、これは、テクニカルな意味もあるんだけども、やっぱり、順調にそのインフレが実はもう上がってますよねっていうふうに、多分日本銀行の中でも判断を多分変えてるっていうことを変えつつあるっていうのは確かだと思うんですよね。はい。だから、あとは、上田総裁の言い回しからするとまだね、YCC のその撤廃とかマイナス金利の解除は遠いみたいなニュアンスですけれども、はい、これロジカルに考えれば、賃金との好循環、要は賃金も含めた物価上昇、に、それがそこ、本当始まるかどうか。4月の、春闘の数字が出てくる時の、次の展望レポートで、おそらく政策修正っていうのは、これは今ずっと僕そう予想していて、今でもそれでいいと思ってるんですが、やっぱりただ、日本銀行のその判断が少しやっぱりインフレに対して自信を強めてるっていうのは確かだと思うんですよ。で、1月に、その、YCC の解除が前倒しになるっていう可能性も、相当やっぱり、意識されるというか、無視できなくなってきたな、と。YCC の解除。解除。プラス、これ、僕のイメージは、次は、はい、解除っていうと大変なことです。要はマイナス金利を、ゼロにするのと同時に、その、要は、10年債のところ、解除といっても、10年金利の、その、上限みたいなのは、いきなり取っ払うわけにいかないと思うんですよ。だから今の現行の、10年金利をゼロにするっていう、一応これ、1って上限なんで、はい、ゼロっていうのは一応目標じゃないですか。で、それはもうとりあえずやめるけど、もう今すでにバンドを拡大していて、上限っていうのはもうあるようなもんなんで、その新たなフレームワークとして、はい、マイナス金、今は、要は、要は YCC の長短金利操作付き、マイナス金利なんで、それも多分変えるとすると、次変えるとするとね、はい、全部一回、全部変えることになると思うんですよ。
はいはいはい。で、それは4月かなと思ってたんですけど、まあ、やっぱり1月の可能性もちょっと出てきたかなっていう、まあ、それはちょっと12月の段階で多分わかると思うんですね。結構匂わしてくると思うんで、これは本当にやるとすると。まあ、それはちょっと今後見てみないとわかんないと思うんで、まあ、ちょっと僕の中でも少しそこは、まあ、その懸念と見るか。いや、それはでも、日本経済がね、まあ、2%のインフレ目標に、相当近づいてるっていうことの証左でもあるっていうふうにも言えると思うんで、まあ、マーケット的にもね、まあ、ここで、まあ、日銀が、ね、もう、事実を緩めてるから、要はその ICC、もう、僕からすると、まあ、悪く言い方するともう骨抜きになってるじゃないですか。で、骨抜きから次のフレームワークにいかにスムーズにこう移行させる過程にあるんだっていうふうに考えると、で、もうそれはまあ結構時間の問題とは言わないけれども、もう何もこう、よほどアメリカがこう経済がこけなければ、とか失速したりとかしなければ、まあ遅くても来年のその4月で、もしかしたらそのタイミングが早まるってそういう感じかなというふうに見てますね。もし年明けっていうことになると、もう今11月ですから、そうなんですよ。再来月とかになっちゃうんですね。だってこれ、もう多分次はないと思うんですね。1.5とか、次一回時ほは。ら上限1点、いや、要はその、いや、次はないっていうのはごめんなさい。まず12月もない。要は次に、その、要は、長期金利の上限をまた最拡大終して、こう、生み万たいな。歳修正みたいな。で、多分もうそれはないっていうことだと僕は思った。次まあ、はもう、一に上げた段階でもうそもそもゼロにターゲットにしてもいいってないじゃんっていう。そうですね、1ですからね、もうで、それをね。1.5にしようがどうしようが、もうなんかそれってもう、だから僕みたいに、まあ、悪く言うと骨抜きにもなってる形なんで、だからいかに次のそのフレームワークに、こう、いかに修正していくかっていうことなんじゃないかなっていう気がしますね。そうまあ、すそこはるちょっと、とやっまぱたり、アップデートしました。日本の金融政策の、転換ピボットということになってくると思うんですが、片や FOMC の方のアメリカなんですけれども、今回も利上げを見送って2ヶ月連続で金利の引き上げはなかったと。でも、市場金利はもうみるみる低下していまして、もう追加利上げの可能性に含みは残しているものの、もう誰もそれはもう注目していなくて、来年じゃそうでいすつ利ね。下げが始まるのかってところにもうフォーカスがいってるので、アメリカの方は今度はもう引き締めから今度緩和へのピボットに注目がいってるっていうことでよろしいでしょうかまあまね。あ、マーケットはそうですけどね。マーケットはそうだけど、まあでも、パウエルさんからしても、いや、こんな1週間でね、ガラッと変わってるわけじゃないですか。そう先で週すまでね。はめっちゃ切り5%っ上がっててた。大変だって言っていて、まあ今、10年債で4.6%ぐらいですか。まあ結構、まあこのね、1週間で、この1週間でこの FOMC を挟んで、大きく、まあ、金利は低下してるのはその通りなんですけど、で、まあマーケット目線からすると、もう、まあ利上げももうなくなるし、ってるし、まあでも、っていう話になってるのはもうその通り、マーケットの織り込みはその通り、大林さんもおっしゃる通りですけど、でもパウエルさんは、いや、確かにそのいろいろハト派的な発言をしたっていうことでもう、ね、一応表面上はその利上げするっていうのは絶対、まあ12月どうなるかわかんないと言っても、まあ言葉の端々からは、これ以上利上げっていうのはやっぱりもう明らかにその景気が加速しなければもう利上げする必要ないよねっていうふうには思ってる。まあその通りだと思うんです。で、あとはそのね、いやもうでも利下げはしないって言ってるじゃないですか。で、だから、まあマーケットもちょっとこう、で、ちょっとこう、単にこ前の、のめこりですのね。10月の中旬から、今4.5から6に戻って、今10月中旬に戻っただけなんですね。で、もうその10月中旬の段階でも FRB は、いやもうちょっとこれ、長期の上昇考えても利上げはもうちょっと相当様子見だねっていう、もうメッセージ出してるんだけど、かなり出しました。それ聞かずに、もう勝手になんか混乱してしまって、まあ4.5%まで行ってたわけじゃないです5%か。まで。で、パウエルさんの言葉を信じて、赤が一つ、あとその、クォータリーのファンディングって、これは要は財務省の、まあ、その、四半期に一回の、まあ、長期債を含めた国債の発行計画が出るんですけども、それもちょうど、その FOMC の日ですよね。の午そうで前した中にね。出て、まあ、それ重なったんですよね。で、当局が優しくなったっていうふうに、まあ、ちょっとこう、一気に期待がこう、置いたっていうだけだと思うので、まあ、僕からすると、
まあ、10月の半ばに戻って、また、で、何が経済変わったかっていうと、いや、ほんま変わってないと思うんですよね。何、まあ、なんかパニックになったのが収まっただけじゃないかなっていう気がします。で、まあ、僕も、そう思ってるんで、で、あとはアメリカの景気は、祝の GDP がめちゃくちゃ強かったとか、やっぱりインフレもね、ちょっと根強いとか、そういうのあるじゃないですか。で、まあ、だけど、もう、緩やかに減速に多分入ってるだろうし、これだけ利上げして、それが少しずつ波及してくる。で、あとは、議論としては、要は、利下げするには、やっぱり景気が相当、要は後退に近いぐらい失速しなきゃいけないと思うんですけども、僕はその可能性低いと思ってるんですね。現時点では、現時点では。まあまあ、そうちょっと、まあ、今日は詳しくは言わないですけども、で、なので、結果的に景気が失速しなければ、まあ、インフレの方が緩やかに鈍化していって、インフレがやっぱりどこまで鈍化するかっていうところで、まあ、具体的な発言からすると、やっぱり2.5%ぐらいまで鈍化して利下げしないって、まあ、結構もう具体的に言ってるんで、まあ、そうなってくると、やっぱり利下げって、僕の今の手元の計算よっぽどインフレがやっぱりこうスムーズにいっても、まあ、来年の秋かなっていう気がするんですね。だから、まあね、今はもうまたこう、フェドがピボットだっつって利下げって話になってると、5別に月もうだ。すぐ利下げしないから、で、まあね、5月、来年の半ばって話になってるけど、その別に、単に今の、ま、判断が変わっただけで、来年がどうかとかは、まあ、あんまり直接的には関係ない話だと思うんで、まあそういう意味ではあんまり変わっ、フェドの FRB のスタンスは変わってないんじゃないかなって気がするんで、まあ、ちょっとね、まあ、あまりマーケットのこのね、3週間のこのね、すごい変動にはあまりこう、まあ、ついていかなくてよくて、で、まあ、個人的には、ちょっと利下げって話が出てきて、ここまで金利がまた下がっているって、まあ、簡単に利下げしないよっていうまたメッセージが出てくると、まあ、そんなに長期には下がらないっていう感じなのかな、というふうには個人的には思そうですね。FOMC 経過したんで、ブラックアウト期間が抜けて、またね、フェドの要人の発言出てきますけど、タカ派のトーンが出てくると、また急に冷静になったりするんですかね。雇用統計の数字なんですけれども、NFP 失業率、平均時給、すべて予想に満たなかったということで、金利が一段と低下したというの低下がしあるんましですたけれね。ども、なんか毎回、その前月分の数字が下方修正されるみたいな癖があるのも気になるんです。最近はそうですよね。ね、癖が。それは、まあ、多分テクニカルな要因で、季節調整がうまくいってないっていうことだと思うんですよ。で、まあ、まあ、もともとこれぐらいブレるし、そのさらに信頼性がなくなってるっていう部分はあると思うんですけど、まあ、労働市場はね、統計もこれね、本当見る、もういろんな統計で全然もう評価もいろいろできるっていう状況ですごく難しいんですけれども、まあ、総じてみると、まだね、全然安心できないんですね。これ3ヶ月移動平均って、まだ20万人増えてるんですよ。やっぱしっかりしてるってことは毎強月い。で、強いんですよ。しっかりというよりむしろ強め。強い。だから別にこれだけ見ると利上げでも別におかしくないんだけああ、なるど、ほでど。もそれ以外のね、統計いろいろ、まあ、ADP 雇用統計とか、あと、まあ、求人とか、減速してるのはあるじゃないですか。で、そういうのも、あとその失業率の統計で見ても、まあ、これは家計調査ベースなんで、これは結構弱かったんで、まあ、結局 FRB も総合判断しかできないと思うんで、そこはね。ノンファンペロールだけじゃなくて、他も合わせてみてば、労働市場は減速で、それは、要は、仕組みでむちゃくちゃ経済好調だったんだけども、それは GDP がいいだけで、実はその、緩やかにスローダウンしていって、消費とかも中心に。で、今回その雇用統計でも、小売りとかそういったところのセクターの、雇用があまり強くなかったんですよ。だから、景気が少し落ち着いてきて、それが労働市場に波及してきてるっていうのは確かな部分で、まあだから FRB がちょうどうまくやって、で、急失速に至らず緩やかに減速してるっていう、そういう感じかなという気がしますね。ドル円相場を考えるときには、これやっぱりドル金利の影響が大きいのか、これからは円金利というところにもいつ1%到達するんだろうみたいな、そこが注目なのか、どう読んだらいいんですか、ドル円相場。これはもう、小橋さんの方が詳しいし、僕には、このカオスの為替レートは予測する、能力ないと思ってね、大橋さんの方が当たると思いますけれども、まあ、少なくともアメリカの金利という意味で言うと、まあ、これだけ結構すごく動いてるじゃないですか、この2、3週間。で、ドル円ももちろん150円に行って大騒ぎしますけど、
まあ、覚えてないっちゃ覚えてないんですよね、実はね。うん、そうも言えますけどね。要は、為替のマーケットの方がまだ落ち着いてるというか。だから介入入れられないっていう感じですかね。はい、とアメリカの金利低下っていうのがどこまで落ちるのかっていうところも気になるんで、うん、そんな落ちないですかね。そうですね。僕は今 4.5 から 6% 長期金利、まあ落ち着いてきてるんだけど、やっぱりその利下げが、来年前半にあればそれはもっと下がって 4% 向かって下がっていくと思うんですけども、はい、まあアメリカの景気は僕は若干強く見てるんで、まあ、そんなに簡単には下がらないのかなっていう感じがしますよね。はい。はい、だから、もしかしたら次変化があるとすると、まあアメリカはね、まあ、僕の、まあ、マーケット見立てと僕の見立て正しくて、もう打ち止めで、でしばらく、高止まり。そうすると動かないってわけですよね。なかなかその、利下げってならインフレが相当してくるって話になってくるんで、それはちょっと時間かかるんで、それよりも先にやっぱり日本銀行の方が、やっぱ動く可能性が高くて、はいはい、もしかしたらドル円は、まあアメリカ、まあこれまではほぼアメリカだったと思うんですよ。あんまり日銀の話というよりも、やっぱりアメリカメインで結局ずっと動いてきたので、まあ、少し来年にかけて、相場の変動要因が日本にまあ移る可能性はあるかなという気がしますね。はい。そして財政政策の方です。先週11月2日、岸田政権緊急経済対策を閣議決定、記者会見もやっておりました。民間投資合わせた事業規模 37.4 兆円規模、補正予算一般会計で 13.1 兆円、地方を含めた財政支出 21.8 兆円と出てきました。これだけやったにもかかわらず支持率が全然上がらない、むしろ下がってしまったっていうのは、ちょっとね、やり方というか、ちょっとこう、まあ、やり方なんでしょうね。もったいないですね。この点は申し上げた通りで、まあ、日経さんのその、はい、世論調査が多分先週出ていて、で、この週末も確か時事通信さん、社さんから出てたと思うんですけども、はい、まあ全く上がってないという。要はその減税って、まあ、僕自身は、はい、よく踏み込んだなと思うんですよね。ここまで減税でやらないって言ってたのもやるって話なんで、そこは変わったと思うんですけど、はい、まあ、結局、まあ世論調査にも出てた通りの話なんで、別に新しい話じゃなくて当たり前なんですけども、要は増税をもうメニューとして上げていて、で、1年だけ減税するって、それって何なのっていう、まあシンプルな疑問に対して。単発だけっていうね。うん、はい、で。本当はもうちょっと、いや、減税必要ならやりますとか、まあ、あとその防衛増税だって別に、ね、数年後の話で1兆円っていうところは別に1兆円ぐらいだったら経済の状況で簡単に上振れる。でまあ、そういう柔軟にやってくれると、ああ、もう完全に変わったなっていうことだと思うんですけど、はい、やっぱりそこの打ち出し方がやっぱりちょっと政治的に非常にまずかったっていうことかな。なるほど。そうですね。はい。はい。ということで、うん、まあ、所得税減税にしても来年の話なんだな、みたいなのもありますし、まあ、来年、まあ、所得減税は6月ですね、来年ね。6月で、うん、ちょっとスピード感もどうかなっていうのと、まあ、あとやっぱり国民がやっぱ期待してたのは、ちょっとこう国民に還元で物価高抑制であるんだったら、消費税手つけてくんないかなっていう、うん。まあ、それはもう、ね、まあ、本質的にはそこは結構、うん、まあ、本質的な議論だと思うし、まあ、野党もそれは言ってますしね。うん、いや、それは消費を支えるんだったら消費税でしょっていう、はい、極めてシンプルな話で。で、やっぱりそこは、まあ、まあ、やっぱりその、もっと、なんていうんでしょう、厚い壁があるっていうことで、踏み込んでね、まあ、なかなかやっぱりその、ね、今の岸田政権なり、はい、まあ、その財務当局とかとの関係から相当難しいっていうことなのかもしれないですよね。はい。まあ、でも、はい、まあ、消費税はまで手つけたら、もうそれでね、簡単に支持率が変わると思って、やってくれればいいなと思うんですけども、まあ、さすがに可能性は相当低いかなっていう気がしますよね。これはちょっと難しいっていうのが現状ですかね。はい、うんうん、マーケットというか、ほとんどこれ関係ないんですかね。そう、まあ、マーケット、まあ、全然、まあ、不人気な政策をなんかよくわかんなくやっているって。で、あと、その、一応経済成長率もエコノミストだったら、これ5兆円一応減税やるんで、はい、まあそれがある程度、まあ全く影響がないっていう人はいないと思うんですよ。だから来年、だから実は、今回の対策で、しっかりとその、デフレ完全脱却にのための政策で、家計の所得を支えますって言っていて、はい、で、それは、やっぱ出ると思うんですよ、影響は。
GDP を押し上げ絶対に。て、はいはい。よっぽどなんか、効果不明でいつ出るかわからない補正予算よりは、はいまだ減税、所得減税は、これはもちろん多くがね、貯蓄されて消費に回らないっていう部分はあるんだけど、でも、全部がね、回るわけじゃないから、はいこれだけ0.9%減税して、GDP 単位で。で、全く出てこないってことは、これありえないって話だと思うんうんうん。うので。みんな、わかんないけど、日本のエコノミストは、僕は日本、今、担当はそんなに見て、日本個別にここまで見てないんだけど、日本担当のエコノミストはこれから来年の見通しを少し引き上げる方向でみんな調整、日銀もな含るめほて、ど。はやあ。ると思いますけどね。はうん。正い。式にこれも決まりそうなんで。そうであすそこはね。ちょっとね、世論のギャップと、あ少りしあまるすかなっね。ていう気はしますけどね。もっうん。たいないですはね。い。GDP 押し上げるし、まあ、物価も多少は抑制されるでしょうからね。この補助とかうん。でね。はい。そうですね。はい。ありがとうございます。今週もはい。はい。村上直樹さんに伺いました。ご覧いただきありがとうございました。日本には近代政党が必要だ。近代政党というからにはちゃんとしたシンクタンクがなければならない。全くこれまでと違った局面に今直面しているではないのか。その税金がどういうふうに使われてんだということに関して本当に意味のある使い方してるんですかって。チャイナが欲しがるような資源を持っている中で、まだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。